どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も前回とほぼ同じ構成のチカーモ。最近チカーモで遊ぶことが多くなっているんだぜ。インポスターはイビルハッカーと、連続キルが持ち味のバウンティーハンターですが、なぜかここに、ターゲットが表示されないですね。本来ならターゲットをキルすると、キルクールが大幅に短くなるんだけどな。バグか何かでその能力が使えないので。私は実質ただのインポスターですね。あ、サンタさんだ。マットメイトください。ジングルベール、ジングルベール、スッツッター、なるー。はははは、歌ってる。こわ。くさ。サンタさん、マットメイトいっぱい配るって言ってたからね。いや、イビルハッカーだとしても一人にしか配れねえだろ。てかお前もインポスターのくせに何せびってんだよ。白アピよ白アピ。なるか白アピに。ま、それはさておき。適当に貨物あたりブラブラして、キルできそうな人探しますか。ははは。サンタさん、他数名とすれ違ったけど、紫の笑い声しか聞こえなかったわね。あんだけ固まってちゃキル難しいか？いや、ベントで紙キル通せばワンチャンなすれるかも。とりあえず様子だけ見ときましょうか。紫が下抜けてったけど、やっぱリスク高いからやめとこ。とここでボタンだぜ。サンタさん死んでんの？はい、サンタさん死亡。ああ、サンタさん。サンタさんなんか配ってくれました？サンタさん貨物にはいましたね。そうっすね、貨物に4人くらい一緒に行ってたんですけど、誰だっけ？左側の5人は大丈夫だねこれ。ローズ黄色と誰いたっけ？バナナとライム、茶色。わ、無理です絶対に。みぞれさん、貨物の後どこ行ったか見ました？自分は金庫のタスクやってたから知らないのだ。あ、マジか。別れて10秒くらいでキルされてるのだ。そうっすね、私たち別れて。白が金庫行って、自分がバイタル行ったら死んでたから。私4人とすれ違ってラウンジに抜けてったんですけど、だからその4人の中にいるんじゃないですか？白、紫、アイス、あと誰だ？ベントで飛んでたら知らないですけど。ああ、いやでもベントであんなにいる中で。とりあえず左側の5人は弾けるんじゃないですか？ずっと固まってたからね。で、誰が右にいんの？私と白と、もう1人いるらしいですけど。誰だっけ？名乗り出ないですか？自分だと思いますけど。あ、水色？右側来てましたのだ。ちなみにこれ紫から自分にしろって出ない。出ないよ。なんで別れたのに出るの？忘れてくださいなのだ。みぞれもんでしょこれ。みぞれもんだわ。まあ白紫ロラ。で。でいいっすねもう。うん、あとまあワンちゃん水色もかな、くらい。私たちサンタさん追いかけて歩いてただけなのに。なんかロラになりそうですね。悲しい。いやでも少なくとも関与できるのその3人くらいしかいないですね自分目線。緑と青弾けてないでしょ。いやめっちゃ一緒に歩いてたから、その辺視認されずにアイスと会うのきついと思うんですよね。確かに緑は無理だ。しかも紫が下、診察の方まで行ってるんでしょ？そこで誰とも会ってないのであれば、その3人の中で、もう塞いでるじゃないですか完全に、貨物で。シャワーからのベント塞いでないんで、残念ながら。ああ。よし、なんとか釣れたね。今回のキルに関しては、相方が白1入ってるので、ジャッカルのキルで確定、ガンガン釣っていきましょう。ローズと一緒に湧いたね。他にアーカイブ湧きはなしかな。ローズが戻ってきたら完全に浮き位置だから切りたいけど、さすがにシャワーの方行っちゃったかな。まあとりあえず適当にキルくためるんだぜ。ウパさん。なんか役職あります？なんでですか？あれ、ウパさん声違くない？いつもと。なんでですか？なんか声違くないですか？いやー、なんか役職ないかなと思って。うわー。よしよしよし。マイクテスト。あ、聞こえますよ。あ、よかったー。無視されてるかと思った。聞こえます聞こえます。大丈夫かな？聞こえる？グサオさんもいたか。誰ですか？マット。あ、そっちローズの死体あります。ローズの死体あります。アップな。相方が死体見つけちゃうとこだったな。とりあえず昇降機サボ起こして、貨物から人を離れさせよう。さらに私は左側を直すことで容疑者位置から外れる。にしてもマットメイト誰なんだ？
マイクの調子悪そうだったから聞こえなかったか、まだサイドキックしてないかだな。どっちにしろまだわからない。メテオさん来たけど、ここで喋るのは危険だから。プルプルで右側も直しに行って、さらに白稼ぎよ。ちょっと待って。左直しまーす。オッケー。ダウンロードですか？そうっすね、ちょっと。あ、いたいえもんさん。さてここでローズの死体発見。これはだいぶ冷えたでしょ。誰もバイタル見てませんように。いやーこれ紫っぽいなマジで。まあロラは冠水したいかなやっぱ。100紫でしょもう。違う、マジで違う。レイラーさんどこいました？バナナとすれ違ってエンジンから宿舎ミーティングって言って、そこから下がってきて電気いますよ。いやー、自分シェリフなんで、紫打っていいですか？やりたいならどうぞ、無駄になりますけど。エンジン左で。切れたわ。切れましたね。いやー、なんか白釣った時に、白が紫に、白出ませんかって言ったのがなんか、ラインみたいに見えて。ああ、確かに確かに。普通に二郎だったってことか。じゃあジャッカルが残ってるってことになるのか。紫は否定してたけど、なんか。ああ、普通に私もかなり怪しく見てて、紫白水色くらいしか言ってなかったんで、貨物に。で、まあ、二郎か、マットにしたいビルハッカーか。いやー、タスクでいいんじゃない？タスクはどんな感じですか？ドヤ顔で言いますけど、1。7分の1です。他にもいるじゃん。じゃあどうしよう、見た人突っ込もうかな。怪しいなと思う人に突っ込むのはありっすね。緑が全員キルしてくれれば終わるんで。取れ高取りに行っていいっすよ全然。ここまで来たら。じゃあタスクやんなくていいか。いやタスクはやった方がいいんじゃない？普通に。これ人材あと何人でしたっけ？1か、2か。白ってどっちで見てるんだっけ？マットイビルか二郎かで、7分の2くらいじゃないですか多分。ラテさん好きにやっていいんじゃない？そうっすね。けどなんかタスクは普通にやってほしいなって思いますけどね。やりますやります。それは私も思う、やるよ。よしこれはでかい。マットは残ってるはずだから、シェリフが誤爆すれば、その瞬間に強引に1キル通せば PP。ただ私はマットメイトが誰かわかってないから、ここは相方さんに委ねるしかない。ちなみに緑が私に嫁る可能性はほぼゼロ。なぜなら緑は紫白を二郎で見てて、その二人を釣る根拠を出したのは私だから。よって、確率は3分の2。それでもう勝てる。よし、誤爆したね。ナイス相方さん。よしオッケー、みんなスキップだ。スキップスキップ。ああ、これピンク茶色黄色だ。パワープレイ成立。マットメイトはマヨさんだったみたいだな。いやー、今回は完全に漁夫乗りが決まりましたね。ジャッカルの紫のキルで白が冤罪。しかも紫がシェリフで切れたおかげで、霊夢のローズキルもうやむやになった。さらに白と紫の二郎説を押していくことで、インポスター陣営は二人起きてると思わせといて、実は三人フルで残っているというね。そしてあっという間の PP。初手キルをこれでも勝ってくらい利用し尽くしたな。ということで、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。それじゃあまた他の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。またねー。